さまこんにちは、あいまるです。今日はですね、自粛期間が一応終わったということで、フランフランに行ってまいりました。じゃじゃーん。なのでちょっと慌てて、今帰ってきたばっかりでもう4時過ぎてしまって暗くなってきちゃったので急いで撮ることにしました。なのでちょっともう化粧も崩れたままで本当にすいません。じゃあ早速ご紹介していきたいと思います。これじゃあ開けていくね。慌てている理由はもう早く使いたいから紹介しないと使えない的な。はい、じゃじゃーん、ボールです。ここにちょっと模様のある感じのボールです。これね、ネットで見てて可愛いと思って、ここにこんな風に模様が入ってるって知らなかった、気づかなかったです。なんかこれなみなみになってるので八角ではないんですけど、ちょっと八角っぽいデザインなのでいいかなと思って、でこれはサラダを入れて食べたいと思います。何しろね、まあ、細かい話はともかくとして、ほとんどのキッチン用品も全て捨ててしまったんですね。なのでボウルもなくて困っていたので、今日からこれでサラダが食べれます。それからこれ、じゃじゃーん、マグカップ。これちょっと見えるかな、ここになんか模様が入ってて、ちょっとこうちょっと厚みのある感じの、もうこういうのすごい好きです。安いんですよ、500円なんで、定価で500円なので、すごく今回のお安くゲットできました。そして何かっていうとこれです。クッション、ヌードクッションですね。クッションの中身45×45 でこのフェザータイプの方にしました。で、もう一個これ、タダーン、クッションカバー。いい年して姫っぽいものが好きでこれがちょっと一番姫っぽいかなって私の中で思っちゃったんです。これでどうかな、クッションの方が大きくなっちゃっていいじゃん。なんかこうやってなんかいっぱい並べるの憧れてたんですよでなんかもう今物減らしてるから、クッションとか絶対買っちゃダメなんですけど、なんか飾るとね、ホコリになるじゃないですか、頭の上にホコリがとか嫌なので、なんかちょっとインテリアのアクセントになるようなものがちょっとやっぱ欲しいなと思っちゃって買ってしまいました。でも可愛いよね、まあいいかと思いました。そんな感じです。はい、それではフランフランのお買い物第2弾ご紹介したいと思います。これです。こっちも美味しい。はい、では開けていきます。はい、まず1つ目、タオル、かわいいでしょう、私が好きそうかわいい、早速使いたいと思います。すごい手触りもいい。あ、タオルなんですけど、ちょっとこれまだ使ってないから何ともまだ言えないですけど、なんかね、よくいただき物のすごくいいタオルで、なんかなんて言うんだろうな、なんかいいタオルなんだけど、ゴワゴワして、ゴワゴワっていうかね、分厚くて、でも全然洗濯しても乾かないし、なんか水弾いちゃって使いづらいみたいなのあったりしませんか。なんかね、やっぱね、でそれ海外製だったりとか、海外ブランドの名前がついてるやつとかだったりするんですけれども、もちろん国によって違うんですが、こう
お水が硬質、軟水じゃなくて硬水、硬いね、硬いっていうかミネラルたっぷり、ミネラルたっぷりなので、やっぱね違うらしいんですよね。だから日本は軟水なので、結構ちょっと薄めて柔らかいタオルで全然大丈夫なんですけれども、そういう質のタオルだと海外の硬水だともうボロボロになっちゃうんですって、こう洗濯してる間に。そうなんですよ。だからなんか今治タオルっていうね、日本が誇る素晴らしいブランドのタオルがありますけれども、海外で使うとやっぱりボロボロになっちゃう、すごくいいんだけどボロボロにすぐ傷んじゃってボロボロになっちゃうからっていうことで、海外向けの硬水に対応する今治タオルっていうのを開発したそうです。なんかそれの、ね、テレビでやってた前紹介していました。なんかちょっと話全然それちゃうんですけど、だから何が言いたいかっていうと、やっぱり日本で使う軟水向けのタオルっていうのをちょっと気にするといいかもしれないですよね。海外製のハイブランドのタオルだから、そのいいっていうか、そのいいの意味が取り違えちゃうと本当に使いづらいみたいになっちゃうので、気にするといいかもしれません。でこれはどうかわかんないんですけど、一応ねフランフランさんはもう日本のメーカーですから、日本のメーカーというかブランドなので、ちょっと使うの楽しみです。それからこれフランフランって書いてある、こうなんていうんだろう、スープカップです。この形からすると多分スタッキングできるってことなんですけど、私一人ですし、まあとりあえず自分用にまず揃えていこうっていう感じで買いました。かわいい、すごく。じゃん、またピンクピンクのものばっかり。でもやっぱりね、自分のテンション上がらないとダメなんでね。はい、中身もピンクじゃん、でも外側は白みたいな。取っ手が、取っ手がピンクで、中身がピンクで、ちょっとこう映ります、うまく映ってくれてるといいんですけど、こうしようかな。こうなんて言うんだろう、これなんて言うの、こう模様っていうか、とっても素敵な感じになっております。縁がねゴールドですね。こんな感じのマグカップ、もう一日中コーヒー飲むので、マグカップはやっぱりね、絶対のお気に入りのものを使いたいというわけですね。はい、でそれからじゃーん、またピンクなんかもう箱もめっちゃ可愛いんですけど、箱もね、箱は私取っとかないようにしていて、やっぱり紙のものってなんか、なんていうのかな、紙ガニがつくのはすごい嫌で、なるべく基本的には処分してます、すぐ。これちょっとしっかりしてて、すごいしっかりした箱で、こうやるとちょっと文字は逆さになっちゃうけどね、これはちょっといいかも。かわいい、かわいい、もう色がすごい好き、めっちゃかわいいです。それでこう蓋もついてるんですけど、めんどくさがり屋のメッセージはこうですね。めんどくさがり屋なので、こういちいち蓋するとかそういうのやらないので、どうしようかなと思ったんですね。この蓋いらない、じゃあこれを買うのはもったいないんじゃないかとかいろいろ思ったんですけど、別にこれね、マグカップの蓋に使わなきゃいけないって決まってるわけでもないので、私これちょっとお料理中のお玉ちょこんと置くとか、そういうのに使おうと思っています。あとまあまあもちろんね、ティーバッグちょっと、紅茶飲まないんだよね、はい、紅茶飲まない、紅茶は飲まないんですという感じでした。お買い物ね、すごい楽しかったです。こんな風にいっぺんにいろいろ買うって、私も基本的にはもうまずしないタイプなんですね。やっぱり今回自粛っていうこともあって、フランフランさんもずっとお店閉めてましたし、まあ、皆さん気持ち一緒だと思うんですけれども、なんかこう少しでも役に立てばじゃないですけれども、そういう気持ちもあって、プラスアルファでちょこっと
つもよりも多めにお買い物をしましたっていう感じです。お店をね再開してくださってありがとうございますっていう気持ちでしたね。うん、やっぱりそのままクローズしていっちゃう お店なんかもねあったりして、すごく残念な思いもありましたよね、いくつかね。なのでフランフランさんがまた営業再開してくださったことがすごく嬉しくって、ついついねお買い物をしてしまいました。やっぱり大好きなブランドはなんていうのかな、応援じゃない、応援って言ってしまうとちょっとおこがましいんですけれども、やっぱり続いてほしいと思ったらやっぱりねこうやってお買い物を積極的にしていかないとなっていうふうに感じました。はい、それでは今日の動画は以上となります。今日も見に来ていただきありがとうございました。何かちょっとでも面白かったよ、楽しかったよっていうのがありましたら高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。でちょっと最後に一つここにいつもボケをかましてるんですけどそうなんです、ボケなんです、ここにかけてるの。ちょっとね私の顔にピントが合うように設定してあるので、ここがねピントが合わないんですよね。あんまりちっちゃいと分かんないだろうと。ちっちゃいカゴバッグでした。はいはい、はい、そんなわけでありがとうございました。それではまた。